直球で書いてないんだね。新玉さんってね、あのプラスチックに入れてると非常にユニークなメーカーさんですね。どうぞ皆さん取り分けて皆さんで食べましょう。これ原材料に砂糖と黒砂糖って2種類書いてある場合は白い砂糖が砂糖ってことですよね。で黒砂糖が4番目だから黒砂糖の割合は少ないってことですよね。なかなか食品衛生法に詳しいですね。私必ず原材料見るので、はい、であまりやっぱ砂糖が多くない方がいいんですよ。でオバマ系のデッチ羊羹は黒砂糖使わないんですよ。白だけなんです。私竹富ですけども、はい、デッチ羊羹って記憶が残ったんですね。あそれはデッチ羊羹っていう店もあるんですよ。うん、デッチ羊羹は分かるけど水羊羹ってまた違う食い物があるのかなと思ったんですね。で関西系でデッチ羊羹っていうのは栗とか高級品が入ってない竿羊羹、その一本棒の羊羹をデッチ羊羹っていう全然また別の食べ物がありますけど、うん、福井における水羊羹とデッチ羊羹は同じものです。うん、この緩いあの水分の高い水分濃度の高い食べ物が水羊羹またはデッチ羊羹です。うん、さあどんどん食べましょう。